白鳥しかこ選手は本日引退を表明いたしました。来る6月4日に東京ディファ有明にて引退興行を行い、10年間のレスラー生活にピリオドを打ちます。まあとりあえず今年10周年ということで、一つ節目の年になるんじゃないかっていうのは自分でも思ってまして、新人現状に入門したすぐにまず最初に思ったことが、10年続けられる選手になろうと思って、とにかく10年は目標にやってきて、で去年ぐらいからだんだんやっぱり体が細いので、試合は全然楽しく毎回できるんですけど、試合後次の日に残るダメージっていうのがだいぶ厳しくなってきて、まあ、自分の肉体的なこととか年齢的なことを考えて、一番、まあ、いい状態でお客さんに試合を見せられる限度っていうのが10年だったかなっていうふうに自分で決断して、こういう区切りがないとなかなかやっぱりプロレスが好きなんでやめれないっていうのもあるんで、でもみっともない試合を見せるようになっちゃいけないと思うし、この体でできる限界が10年だったかなって自分では思ってます。それ決めたのは、決めた、ちゃんともう発表しようっていうふうに具体的に決めたのは今年に入ってからですけど、で、まあ、今年に入って、まあ、今年10年目だからって考えたときに、ちょうど、まあ、6月25日誕生日で28歳になっちゃうんですけど、17でこの世界入ったんで、まあ、27のうちに元気な体でお客さんとお別れできたら一番いいなと思いました。はい、ただいまより白鳥ちかこ引退興行グッバイちかこオープニングマッチを行います。ただいまよりオープニングマッチ女子格闘技リミックス提供マッチ5分3ラウンドを行います。青コーナー158センチ62キロ、オラマッコー。赤コーナー156センチ55キロ、星野エクマー。レフリー橋本智彦、ジャッジ白尾康樹。レディーファイト。おい、自分からやっていいぞ。フライト。
グラウンド。抑えればいいよ。10秒経過。いや、抑え込んだけいいよ。20秒経過。9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタンド。はい、10秒経過。はい、ゴー。出てないだように。足抜け。よし、はい、ゴー。20秒経過。9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタンド。グラウンド。10秒経過。手抜けるよ。いい。20秒経過。9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。10秒経過。よ。20秒経過。9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタンド。試合時間3分経過。10秒経過。よ。ダメ。20秒経過。9 8 7 6 5。1ラウンド4分2秒、1ラウンド4分2秒、アームロックで星野生馬選手の勝利となりました。第2試合女子プロレススペシャルタッグマッチを行います。まずはコーナーよりオールパシフィックチャンピオン渡辺智子選手の入場です。
に 3AA 女子世界シングルチャンピオン伊藤薫選手の入場です。続きまして赤コーナーよりフリー参戦井上貴子入場。欲しいというふうに言ってます。私も欲しい、井上選手は別にいらないそうです。高く腕
よろしいでしょうか。ただいまより女子プロレススペシャルタッグマッチ10分一本勝負を行います。青コーナー160パウンドオールパシフィックチャンピオン渡辺智子、160パウンド 3WA 女子世界シングルチャンピオン伊藤香織、赤コーナー140パウンド井上貴子、135パウンド神谷美容リーレベリー松井優勝。 OK ドゥマジ神谷よっしょOh!
やべえ、ノー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 、渡辺ノー、渡辺ノー、はい、カモン、はい、カモン、おめでとう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 、あ、
残り30秒ただいまの試合、10分で決着がつかなかったため、時間切れ引き分けとなります。やってられるか。本日は白鳥千賀子引退興行グッバイ千賀子にご来場いただきまして誠にありがとうございます。さて本日は白鳥千賀子選手の引退興行というわけなんですが、実は、白鳥千賀子選手こちらのプロレス10周年というふうになっております。そこでこの時間を借りましてミニセレモニーを行いたいと思います。それでは改めて本日の主役をご紹介したいと思います。 J リーグにいた時にはこのようにコールをしておりました。ジェリープリンセス、そして現在は国王のヴィーナス、白鳥千賀子選手の入場です。本日引退します白鳥千賀子選手です。それでは白鳥選手の方にたくさんの方々よりメッセージの方をいただいております。ご紹介してまいりましょう。これは、平成3年の3年組の同期の大向井美智子選手よりいただいております。千賀子、10年間のプロレス生活お疲れ様でした。同期として入門したけれど別の道を歩んできたよね。でも最後にアルシオのリングで試合ができたことをとても嬉しく誇りに思います。引退後も千賀子らしく頑張って、私はまだまだプロレスで燃えます。北の大地より平成3年組同期大向井美智子。大向井選手よりは花束の方をいただいております。こちらの方私の方からあれでございますがご受け取りください。続きましてのメッセージです。たくさんの人と出会い、いろいろな経験をして今の白鳥がいるのですね。あなたの宝物です。これからの人生もあなたの運を生かして宝物を増やしていきましょう。10年間本当にお疲れ様でした。ジャガー横田。白鳥選手デビュー10周年おめでとう。そして10年間のプロレスラー生活お疲れ様でした。この間横浜アリーナのプライド14の時は入場ゲートのところまで僕についていてくれ、元気づけてくれて感謝しています。本当なら今日リファ有明へ駆けつけたいところでしたが、腰の古傷の手術のため入院していていけません。ごめんなさい。白鳥選手も一度腰を痛めリタイアみたいになっていたそうですね。
それを克服して復帰され、そしてフリーとして独自の生き方を貫かれました。自分も同じような生き方をしているので、高山義弘にとってもあなたの頑張りが時には痛々しく、時には素晴らしく輝いて見えました。これからの人生もノーフィアの精神で頑張ってください。白鳥千佳子選手、本当にお疲れ様でした。高山義弘。以上の方々よりメッセージの方をいただきました。私の方からご紹介をさせていただきました。さあ、それではですね、今日の日を迎えるにあたりまして、まあいろいろお話をちょこっとここの方でお聞きしたいんですが、まずはやはりデビュー先ほどオープニングの方でも映像が流れておりました。やはり前兆、いろんな思い出がありましたが、前兆との思い出を一番に挙げるとどういうことがあるでしょうか。もう本当に厳しい下積みで、厳しい下積みがあって10年間持ったという感じなんで、前兆での3年間本当に自分の土台を作ってもらった3年間だったと思っています。そして、高山さんの高山選手のメッセージの方にもありましたが、まあ、腰の方を一旦割れされて一旦引退といいますかされました。そして今度は吉本女子プロレス JD の方に復帰なさいました。こちらの方ではいかがでしたか。はい、 JD の方ではまたプロレスができる喜びに燃えて、とてもいい時期を過ごさせてもらいました。そこで学んだものざらさんに教えていただいたこととか全部が身になって、またフリーという道を歩むことができたと思っています。さあ、そして現在フリーという立場で拠点の方は大阪にいました。さあ、いろんなところの団体の方出ました。この最後の締めくくりがフリーになってやっぱり良かったですか。はい、フリーになって特に大阪プロレスのリングに上がるようになって、私は本当に心からプロレスを楽しむことができて、プロレスラーである喜びも心から感じることができたので、そういった意味で大阪プロレスのリングに出会えたことは本当に私の中から宝物ですし、そういう思いをして引退できるっていうことが本当に幸せだと思っています。いろいろ巷の方では噂があるんですが、別に結婚ではないんですよね。そう、残念ながら子供引退が理想だったんですけど、相手がいないんで。でも私のお姉ちゃんが結婚したばかりで、今私が結婚しちゃうとうちの親が泣いちゃうんでしばらくは手側でいます。ということで男性ファンの方、安心していただきたいと思います。まだまだチャンスはあります。一般人に戻ります。さあ、そんな感じでございますが、最後にやはり一言皆さん方に、今日この後は引退試合の方も控えておりますので、その試合に向けての抱負と一言お願いします。最後、私の最後の姿になりますけど、皆さん、どうか心の片隅にでも白鳥千佳子というレスラーがいたっていうことを植え付けて楽しんで帰ってください。最後までよろしくお願いします。白鳥千佳子選手からいろいろなお話の方をお伺いしました。そしてですね、今日は実は白鳥千佳子選手を、まあ、引退の興行ということで、リングサイド席の方には、アジャコング選手、そして、木村信子さんの方がお見えになっております。どうぞこちらの方に、よければリングの方にお上がりくださいませ。そして先ほど試合の方を終えられました伊藤薫選手、そして神谷伊織さん、どうぞこちらの方にお越しくださいませ。ちょうど先ほど試合の方を終えたらばかりなので、それでは改めてこちらの方、まだちょっとご準備の方ができてないのでご紹介しておきたいと思います。アザコング選手でいらっしゃいます。どうぞお客様よろしくお願いします。そして引退されましたバイソン、元バイソン木村選手です。木村信子さんです。さあ、せっかくですから、ではこの時間を借りまして一言ずつ頂戴してもよろしいでしょうか。アレさん、誰かメッセージをよろしくお願いします。いや、まだちょっと待つのは、はい、最後の試合だと思いますから、ただ本当に10年間長い時間を持っている、でも一人不器用で、どうしようもないようなところもあったんですけど、よく本当に10年間頑張ってきてくれたなと
そして、今日という日を迎えて、まあ、本当に、ね、フリーと しながらもきちんとした引退試合を迎えられるということを本当に同じフリーとして私は逆に尊敬したいなと思いますし、本当に今までお疲れ様でした。そしてこれからの人生は本当に、プロレスでやってきたことを生かしつつ、また、元気に頑張っていってほしいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、それでは木村信さん、いかがですか。10年間お疲れ様でした。あと1試合ですけど完全燃焼してください。頑張ってください。さあ、それでは準備の方が整ったようで、イブトル選手、そして神谷よりさんの方もこちらの方に入っていただきたいと思いますけれども、それではちょっと前にも失礼します。では、一言ずつ何かメッセージの方を頂戴したいんですが、それでは伊藤選手の方がよろしくお願いします。10年間ですか、お疲れ様でした。まあ、戦う機会はあまりなかったんですけど、また、頑張って自分たちが残ってやるからまた見に来てほしいと思いますね。お疲れ様でした。伊藤選手の方がメッセージ頂戴しました。はい、失礼します。じゃあ、神谷美織選手からも、選手でございますよね。神谷美織さんの方からよろしくお願いします。疲れてるのは私なんですけど、でもまあ、こういう機会を設けてもらって、本当に近くには私も感謝したいし、なんだかんだ言っても、結局 JD、全日本女子、長く一緒にやってたのは、私やってたなって考えたら、いろいろ考えるところがあって、思い出もたくさんあるし、いいことも悪いこともたくさん覚えてるんで、また第二の人生も絶対近くだけの人生にしててほしいと思います。頑張って。はい、それでは4名の方々より花束の方をお渡しくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。まずは伊藤かおり選手より花束の方がお渡しされます。そして神谷美織様より渡されます。続いては、アジャコブ選手より。そして、木村信子さんより、花束の最後に渡されます。さあ、せっかくですから、こちらジャンジャックの皆さん方と一緒に写真を撮ることでよろしいでございましょうか。私も恐る恐るしか聞けないものでございますので、せっかくですので、よろしければ、こちらのファンの方、シェドル選手を真ん中に囲んでいただいてよろしくお願いします。はい、ジャングルジャックでは本当下っ端なんですけど真ん中で大丈夫なんですか。すみません。今日だけは最初から最後、本当にこれが本当に最初の最後、そんなことは二度とないですから、主役ってやっぱりいいもんですよね。さあ、それではよろしくお願いします。写真撮影の方になります。記者関係の方々よろしいでしょうか。大丈夫ですか。さあ、というわけで本日応援の方に駆けつけていただきました、この4名の方々にも今一度大きな拍手をよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。T シャツを、サイン入り T シャツを5人の方に投げるそうです。ジャングルジャックと書いているそうです。日付も入っているそうです。それではやはり皆さんシーンとなってます。欲しい方は盛大なアピールをお願いします。さあ、伊藤選手がキラリと見ましたね。どこに投げようかなみたいな感じです。さあ、そして伊藤さんが、そして後ろ向きだ。そして伊藤さんが、さあ、篠田選手、よろしくお願いします。皆様へ T シャツのプレゼントでした。今井さん、4名の方より大きな拍手をよろしくお願いします。
道頓堀から大食い自慢がやってきた。食いしん坊仮面いらっしゃい。Thank you.
い。おい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 。ちょうだい。ネットオークションだ、ドローってんだろお前。おい。いや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 、とんでもない。え、マジで。よし。ちゃんと行こうとしたら、おい、何してんだこれ、おい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 、ナンバー入場、thank you.
キングバンドが入場。はい、行きます。
Come on!
ろ。
よ。やったぞ。フラワタキの大将。勝者エベッサン。見事優勝いたしましたエベッサンにチャンピオンベルトの贈呈です。そんな嬉しいか。お前皆さん、今見た通りこの世の中、世渡り上手が成功します。この結果がこれですね。すごいと思う。シズルも学ばれる。あなたも経営者として学ぶものが一つあったでしょう。やかましょう。やかましょう。お前汚いぞ。まもなくね、エベスさんの騙されない経営っていう本を書こうかなと思います。やかめっちゃいいように言われて最初見たかった。っていうかね、今日はね、あれ、どこ行ったの？シアトル、チカコちゃんは。次の準備？まあね、大阪プロレスとシアトル、チカコちゃんっていうのは、短かったですけど、とてもよく頑張ってくれて、僕らの控室も明るくしてくれて、会場も明るくしてくれました。今日で引退なんですけど、2人で幸せに暮らしてくれました。何年間だよ。すいません。まだかよお前。僕と近子は結婚して恵比寿近子になりましたね。ならんよ。お前全然詳しくね。ならんぞ。お前のあれ、あるわけないじゃないか。持ってきたの箱持ってないそんな。ほんまあるんか。騙されたお前。マジ違うの？違うわボケ。違うの？俺もそれで大の人さやみちゃん。なんだ恵比寿近子って。お前そのために騙されない経営を書こうとしてたわけです。わかりましたよ。ああ、分かったか。どうもすいませんでした。ということで大沢プロレスでございました。シアトル近くにはもう引退ですけど、皆さん精一杯応援してください。ありがとうございました。2代目大阪プロレスバトルロイヤルチャンピオンはエベスさんです。青コーナーより玉田理恵選手の入場です。続きまして赤コーナーより白鳥千佳子選手の入場です。ただいまより白鳥千佳子引退試合10分一本勝負を行います。青コーナー136
ドクファンの Yeah!
オッケー。攻め攻め攻め。へー、玉だ。へー。へー。へー。よっ。うわー。うわロープ逃げろ、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 頑張れ、ロープ逃げろ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 、
間が9分で残り試合時間1分、ラスト1分。
長谷川千佳子、1973年6月25日生まれ。小学校6年生の時に偶然テレビで見た女子プロレス、当時のスター長与千草のファイトに惹かれ熱烈なファンとなる。そして自分も長与選手のようにリングで戦えたらと夢を膨らませた。その夢に向かって弱い体質の自分を鍛え直そうと中学に進学してからはバスケットボール部で激しい運動をこなし、高校に進学してからは空手部に席を置き格闘精神を叩き込んだ。平成3年憧れの全日本女子プロレスのオーディションに合格、両親の反対を押し切って入門した。体は細くても気の強さでは負けないと先輩に叱られながらも毎日下積み生活を手探りでこなしていった。脱落していく同期の友、一年中全国を駆け巡る巡業の旅、厳しいトレーニング、そんな中白鳥は師匠仰ぐアジャコングのジャングル学園へ自分の意思で入門した。あっという間の3年間、怪我と挫折も経験、一時プロレスから身を引いた。辞めてから初めて分かったプロレスへの情熱、いても立ってもたまらず白鳥千佳子はすぐにリングに帰ってきた。そして吉本女子プロレス JD の旗揚げメンバーとして参加した。横には目標とする先輩バイソン木村選手がいた。旗揚げ前のメキシコ修行は長いレスラー生活でも大切な宝物の一つとなった。平成3年組と言われた同期は4人残った。白鳥千佳子、玉田理恵、前川久美子、大向美智子、彼女たちが主役となった第1回ジュニアオールスター戦は女子プロレスに新しい展開を見せた。そして平成10年にフリー宣言。自分の可能性を試すために白鳥千佳子はプロレスラー人生の最後を一人で歩み始めた。
今までチャンスに弱いと言われ、ここ一番の大切さを実感していた白鳥は自ら試練の中に飛び込んだ。最後のチャンスと決心し、初代 CMLL ジャパン女子王座争奪戦に名乗りを上げた。平成11年、大阪メキシコから派遣されてくる強豪レスラーに勝ち越し、当時の世界チャンピオンを倒し、初のタイトルを奪取した。涙のチャンピオンベルトはデビューして初めて掴んだ栄光であった。白鳥千賀子はプロレスだけでなく芸能活動も積極的にこなし、最後は自分の納得のいく引退を迎えた。くしくもデビューして10年、苦しかったことも悲しかったことも全て懐かしく、今では素敵な思い出となった。今日リングに上がる前に白鳥千賀子はこうメッセージを残した。今日が自分の青春の終わりなんです。ありがとうございました。それではこれより白鳥千賀子最後の引退の10カウントです。皆様ご起立ください。
してフリープロレスラー上野幸姫様へ。続きまして名工ナショナル証券野口副社長様へ。女子プロレス AD レスラー李由紀選手。吉本女子プロレス J リーグドレイク森松選手。JWP レフリー川崎茂雄様より。社長小川博司様より。極東証券株式会社取締役法人営業部長下神戸和正様より。ナレーションを担当していただきましたアナウンサー塩野敦夫様より。先日華々しく引退されました深川由美様より。高橋陽子様より。Jリー正規軍代表おまっち飯塚選手。そしてお父様の長谷川一蔵様より。お母様の方にも上がっていただきます。
ましてマスコミより記念品の贈呈です。まずは週刊ファイト様より、続きまして週刊プロレス様より、レディースゴング様より、プロレス劇本ターザン山本編集長様より、はい、こちらです。君は美しい。プロレスも美しい。青春も美しい。君がいて僕らがいた10年間、僕らは知っている。みんなみんな美しかった。2001年6月8日、リハアルバケ、アジサイの花咲く頃に去る君は、リング飛び立つ清き白鳥か。いつかまた、違った君を見てみたい。神からの贈り物、君は6月の花嫁、純白のジュンブライドか。ああ、ハッピーチカゴ、まだ会う日まで、グッドラック、1、2、3、ダー。最後にまずは山本編集長の方に締めていただきました。それでは大阪プロレスのメンバーの方々、どうぞリング上の方にお上がりくださいませ。最後に大阪プロレスのメンバーの方々によります白鳥一華子選手の胴上げです。最後の姿です。これよりロビーにて皆さんのお見送りをいたします。どうぞ大きな拍手で白鳥一華子選手をリングから送り出してください。
たね。まだあんまり実感がなくて、なんかまた試合するんじゃないかなって感じなんですけど、最後前川が出てくれてすごい嬉しかったし、また最後の終わり方が私らしくて、二人にやられてスリーカウントを聞けたっていうのが、もう私らしくて最後まで弱いですらだったなっていう感じで、でもまだあんま実感がないですね。まだ試合ありそう。ありそう。またなんか大阪で江別さんと戦ってる、戦ってそうかなと。まあ、でも最後の望みというか、ね、同期全員と、ね、タッグ組んだり戦うことができましたね、はい、この間の大向選手を含めて、うん、やっぱり同期に対する思い入れが一番強かったんで、大向ともできたし、まあ、今日玉田とって言って、もう前川とは無理かなと思ってたら、ああやって出てきてくれたんで、すごい本当に心残りなく終われました。得意ないですか？はい、もう今日やられ納めをしたので得意がないです。10年やってきて、はい、なんかやっぱりいろんなことあったと思うんですけど、はい、やっぱり辛かった時の方が多いですか？辛かったことが10のうち9で、1が幸せなことだったはずなんですけど、今日のこの試合で辛かったこと9は全部帳消しになって、10ハッピーでした。本当に白鳥千佳子は幸せだったなって思います。それはもう本当にいろんな人に支えられて、この興行も本当にいろんな人の一人一人の力をお借りしてできる興行だったので、そういった人たちの力を借り入れたこととか、協力していただいた人たちの気持ち全部が私を幸せにしてくれました。10年間やってきて、はい、最後の最後まで自分は、まあ、肉や犬の子だったと、ね、はい、聞いたんですけど、で最後に白鳥になれたな、最後の瞬間どうだったでしょう？私もう最後の泣いてってわけ分かってなかったんですけど、小川さん、名付け親がアデションの小川社長なんですけど、小川さんが最後、今日は白鳥になれたね、白鳥が羽ばたく姿を見れたよって言ってくれて、うん、あ、なれたんだって思いました。まあ、実感はないってことなんですけども、はい、まあ、これから、はい、まあ、どういう引退した本当に今まで申し訳ない、いろんな人にそういうことを聞かれて具体的に答えられなくて、本当に今日の今日までプロレスのことを考えてきて、この引退興行に向けて神経も集中していたもので、明日からのことっていうのがまだ真っ白で、自分これからまた考えて、長谷川千佳子としてどう生きるのか、白鳥千佳子をがまた何か活動できることがあるのかっていうのは、自分自身まだ白紙な真っ白なんで、これからゆっくり考えてまた報告できる場があれば報告したいと思います。プロ
それはまだ全然予定が何もないっていうことなんです。はい、すいません。本当に今日までプロレスでいっぱいで先のことっていうのが考える余裕がなかったんで、すごい不器用な性格ですいません。こういうことをやりたいとかありますか？プロレス頭でずっと生きてきたんで、あんまり他のことに興味はなかなか持てない性格で、ただ勉強を全然してなかったんで、英語を勉アメリカにでも行って英語でも学びたいなとか、そんな長谷川千佳子としての欲はそういう部分があります。あとは親孝行、心配ばっかりかけてたんで、どういうような形になるか分かんないけど、親孝行もこれからしていきたいなと思います。最後にご両親が引退した時はいかがでしたか？もう嬉しかったです。一番プロレスを反対していた2人だし、で反対していたんですけど、レスラーになってからは私の一番のファンで一番の理解者で会ってくれたんで、あの2人が、リングに上がってくれたことは本当に嬉しかったです。今日はあの今までに関わってきた団体、全ての人が、はい、前兆から始まって、そうですね、JWP も含めて、もう幸せですね。そんな人とみんなに本当に支えられて私は存在していたんだなとすごく実感したし、前兆 JD、JWP、大阪プロレスと皆さん、本当に私このヴィーナスではなかったです。そうですね、私はもうみんなの力に支えられて存在していたんだなって本当に今日 思いました。全然ここじゃなかったな。すみません、下お願いします。すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。よろしいですか？質問しましたね。どうもありがとうございました。ボンカーさんは思ったんですけど、同期4人の3人揃ったって、ね、今の友達は。みちこが来ればもっと良かったんじゃないかなと思いますけど。まあ、でもこうやってもう10年経ってきたら減ってく方のことが多いから、こういう改めてこう引退式をして辞めていくのが知花が初めてだよね。だから、自分もそろそろってことないと思うけど近いのかなとか、そういうの想像しちゃったりとか、やっぱしこう胸が熱くなるっていうか、そういうとこありますね。クミはまだいけるね。痛かったもん。こんなか弱い私を捕まえてかかと落とし。なんかつい最近も同じ団体で同じ年代の部下がね、あの引退していて、もう本当にこういう何ですか、儀式っていうのがもうね、こういう年代になったらもうみんな、あり得ることなんでしょうけど、やっぱりすごく寂しくて、もうましてや党のその相手となるとどうにもね、すごくやりきれない気持ちだったんですけど、なんか知花子とはこういうふうに知花がならなかったら当たれなかったから、今までだから来てやすみません、こういう風にならなきゃ当たれなかったから、だからこの短いこの試合の時間の中で全て持ってるものをね、出してもらって、私も出し切ってっていう、最後にそういう試合ができてすごい良かったなと思います。
バラバラになっちゃったじゃないですか。でバラバラになってもなんか同期っていう絆っていうかそういうのはやっぱしプロレス同じ団体でやってたら同じ団体にしかわからないこと、同期だったら同期にしかわからないことってすごいあると思うんですよ。だから同期の絆ってやっぱしどこの代もすごいあると思うんですけど、だから同期のいない子とかは私は同期ないからとか下の子でも言ってる子いますし、だからすごいプロレスやったから巡り会えたわけで、うん、だから これで終わりかなって終わっちゃったんですけど、近子はでもなんかあんまそういう気はしないんですよ。だからそういう最後の時くらいやっぱし一緒に試合したいねなんていう話はしてたんですよ、別々になってから。だからこうオフで来れることになったんで、私も少しくらいやらせてよと思ってなかなかもうこうやって前場だから当たる機会がもうほとんどなかったし、こういう時じゃないとやっぱ当たれなかったからね、うん、それがもう最後になっちゃったから寂しいっちゃ寂しいんですけど、特別試合では白鳥選手がスリーカウントを取られるっていう最後だったんですけど、最後までか弱かったって本人は発表されたんですけど、でも近子、私新人時代いつも近子に負けてたんですよ私もデビュー戦負けましたそういう弱いイメージっていうのは同期の目から見てもそうでした。やっぱ途中から体重増えなくなったりとか、なんか痩せどんどん痩せていくの見てて、あんた体壊れる前にやめた方がいいんじゃないのとかそんな冗談は言ってたこともありますけど、うん、だからプロレスが全部の人生じゃないじゃないですか。これから先もいろんなことあると思うし、近くの青春はプロレスだって、まあこうこのまま怪我しないで終え出たことの方が多分いいと思うんですよ。だから怪我しちゃってもう泣く泣く引退して、じゃあ次の人生どうするのってなった時にどっか不自由になってからじゃ遅いと思うし、これからまだいろんな道で楽しいこともたくさんあると思うから、まあ同期がプロレスやめていくのは寂しいことだけど、でもまた次の人生で楽しいことがあれば、自分たちが同期だったっていう絆は全然もう消えないから、今日引退できてそれはそれで良かったと思います。なんか体調の不調とかちょっと近くからなんか聞いたりもしてたんですけど、最近ので引退することに決めたよって言われた時は。まあスタイルもスタイルでしたし、近くの大阪プロレスでのこうガツガツとかやらないようになってるスタイルもスタイルでしたし、なんかそんなにしんどいんだったら仕方がないねって、体が一番だからっていうような話はしてたんですけど、今日当たってみたらひどいのよ。本当思いっきりまだできるんじゃないかと思うぐらいの勢いでしたけどね最後だから思いっきり来たっていうのもあるのかもしれませんけど本当に肩もひどかったわ私首詰まっちゃったわよ。やらせていただきましたコーナーの顔面キック、はい、痛かった。やっぱりこう味わっといていいんじゃないかな。ありがとうやめる前に、でもね、いつかバラバラ、みんなバラバラになっていつか4人でやろうねなんて、今お迎えと一緒ですけど、ね、2人離れて4人でやりたいねとかって言ってて、それが、ね、実現しなかったんですけど最後まで幻だね、うん、それはね、うん、まあしょうがないとして、このままでも前川ともこうやってちょっとでもね当たる機会が
チャンスができたので、これを無駄にしたくないなと思って、またこの先できるチャンスがあるならどんどん当たっていきたいなと思いますし、うん、中橋の人とはまだそれって何年ぶりぐらいの戦果を取るんですか？何年ぶり？引退してから、引退じゃない、前場を退団してから4年ぐらいはやってない、やってないですね。ね、やってないよね。何気にサクッとやってたけどね。